ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。日経 BP 出版局の中川と申します。今回はこのですね、ツイッター部長の恐れ入り子だしというちょっと面白いタイトルなんですけれども、この本についてご紹介したいと思います。この本はですね、加藤吉、今はテーブルマークという会社なんですけれども、去年まで加藤吉さんという会社名だったんですけれど、その広報部長の末広英二さんが著者で書いてくださいました。最初に末広さんとの出会いのことをお話ししたいんですけれども、この本、ビジネスツイッターという本を3月に発行したんですけれども、この本を出すときに、ちょっと同時ぐらいに、ツイッターの、ビジネスツイッターに関連するセミナーを開催しまして、で、ツイッター関係の、皆さんにご講演いただいたんですけれども、その中で、日経ビジネスオンラインの記事にも登場していただいた末広さんが講演してくださったんですね。でその時にですね、末広さんがかなり面白い講演をしてくださって、でそれを見ていた弊社の、私の部長なんですけれど、ツイッター上ではともこ部長と呼んでいる部長がいるんですけれど、ともこ部長が末広さんの講演に一目惚れしまして、これはもう末広さんに本を書いていただきたいわと言いまして、中川さん本を書いてもらうわよと言い出してですね、でその場で講演を終わった後の末広さんに突撃して、本を書きませんかと、口説いたというのがきっかけなんですけれども、でそのこのビジネスツイッターのセミナーの後に、豚組さんでツイッターの界隈で有名なですね、六本木にある豚組さんというレストランで打ち上げをしまして、豚組についてはその弊社じゃなくてですね、日本実業出版社さんから、店長の中村さんの本が出てるんですけれども、この豚組さんに行って打ち上げをした時に、末広さんがかなりいろんな面白いお話をしてくださって、実はですね、このタイトルにもなっている恐れ入り子だしという名文句があるんですけれども、この恐れ入り子だしは、ふざけて言っているだけではなくって、そのフォロワーの人たちに恐れ入りますというふうに返してたそうなんですけれども、それだとやっぱりフォロワーの人とちょっと距離感があるということで、それであれば何かこうダジャレで近づけたいと。だけどあんまりふざけていると、やっぱり企業の公式アカウントなので何かまずいんじゃないかということで、ふざけてなくって礼儀正しいけれども、フォロワーの方との距離感を縮めるという意味で恐れ入り子だしというふうな名文句が生まれたという話や、末広さん自身が接客業をもともとやられていて、嗅覚ですとか、お菓子のチェーンのシャトレーゼという会社の役員もされていたんですけれども、で、ツイッターはそのリアルタイムでそのお客さんの状況を見て、もう一杯いかがですかというふうに言ったりする接客業と同じで、絶妙なタイミングで恐れ入り子だしとか、ありかと吉とかっていうところが、その接客業でも親近感が溢れたり、ファンになっていただいたり、もう一度来ていただけたりするっていうような面白いお話を聞きまして、ツイッターだけじゃなくって、いろんな範囲で応用できるお話なんだなとすごく感動しまして、その場で、ともこ部長も言ってるというのもあったんですけれども、本をぜひ書いてくださいという話になりました。で、この本 の中身なんですけれども、かなり最初はやっぱりかなりツイッター界隈ではすごく有名な加藤吉部長なんですけれども、ツイッターをやられていない方にも感じていただける、その面白さを感じていただけるように、恐れ入り子だしのどういう時に使うのかとか、ありかと吉はどういう時に使うのかとか、例えば加藤吉さんのうどん美味しいねって言われた時にありかと吉って言うんですけれど、今日うどん食べたけど美味しくなかったよとか、別のメーカーさんの方が美味しいよとか、逆にその別のメーカーさんのより加藤吉の方が美味しいねって言われた時に、あんまりこうありかと吉とかっていう恐れ入り子だしって使えないと思うんですけれども、ただ
大変申し訳ないとかっていうことを言うのもちょっとなんですし、返事をしないのもなんだけど、そういう時に麺類皆兄弟とかごめんなさいって、ごめんなさいの麺はうどんとかの麺類の麺なんですけれど、そういう言葉を使うっていうようなハトキチワールドをご紹介してます。でその後で、実際にうどんコミュニティを作りたいということで末広さんは始めたんですけれども、コミュニティをどういうふうに作るかとか、企業のファンをどういうふうに作るかというところが後半に書いてありまして、うどんのコミュニティに限らず、これから企業の皆さんは何か商品を売るという時に、やっぱりファンとかコミュニティの力ってすごくこれから大きなところになると思うんですけれども、そういったコミュニティ作りとか企業のブランディングとか、そういうことを何かちょっと日頃から考えている方もこの末広さんの本を読むとすごく参考になるのではないかと思います。ぜひ読んでいて楽しく読める本ですので、一応ビジネス書かと言われることもあるんですけれども、ダジャレの本としてもビジネス書としても読んでいただけたらと思います。恐れ入り子だし。ありがとうございました。